双葉町は山梨県中部に存在した町である。町名はに村合併による岩に、県中央部、中駒郡の最南部に位置する。西は塩川、東は九川によって隠される。町域は南北に帯状の境内。町域北部は、茅ヶ岳山麓の南西端に属する山地。大地で、六丹川や東川などの小河川が、南流して釜梨川へ合流する。南部は、 甲府盆地北西端にも属し、南西には旧塩川、釜梨川氾濫原である、平坦地もある。赤坂台古墳群町域は、かやが学南六の飛ぼし水地域にあたり、定住は遅れていたと考えられている。考古遺跡の分布は少なく、縄文時代の住居史がわずかに見られるのみ。古墳時代前期、甲府盆地では、 盆地南部のソネ丘陵を中心に全期古墳が出現するが、古墳後期には盆地北西部でも後期古墳が出現し、甲府四川塚のか、ボーナ古墳を名主墳とする勢力や、町域南部から隣接する九十王町域北部にかけての赤坂第一南東斜面には赤坂大古墳群が展開している。町域には赤坂殿古墳群に含まれるに続か古墳が、 存在している。中世には、軍道としても使われた、穂坂寺が南北に通過する交通の要所地となった。武田三大軍機によれば、天文7年7月18日には、宇都宮において、品濃国の諏訪市、小笠原市の連合軍を武田方の玄嘩が守るが、激破したという。玄嘩が守るは、紅葉軍艦に登場し、武田家の不大家老、原正種の父であるという。 笛吹市伊沢町の連朝寺の海祖であると伝わる。海の国史によれば、武田信玄はそれまで原野であった竜寺に新宿として、竜寺塾を設置し、所役免除の代わりに軍役を課したという。さらに、竜寺には、信玄の弟で戦死した武田信主や、信玄の娘である大場委員の菩提寺も存在したが、江戸時代から明治にかけて、廃寺となっている。武田押月町に町によれば、 武田勝頼側近の安倍宗貞は天正4年10月18日に、高野山政経院で、死息、運はじめ元作前縄文の追前供養を行っている。この時、甲州宇津屋屋の地名が記載されており、これは、会の国史に記される、宗貞の本領であった宇都の屋を指していると、考えられている。宇都の屋の明前寺には、宗貞の墓所が所在している。宇つのには、 釜跡があり、炎山向き極地の大金やワニ口の名分には、中世における、宇都宮の,の御用職人の存在が記されている。釜なし川から採取される砂を利用した芋の産業が栄えたという。また、富士港の富士塚、下井前の塔の古史京塚などがあり、塔の古史京塚からは a 禄四年名を持つ巨術が出土している。近世には、駒郡北山筋に属し、八ヶ村が見られる。 海の国内には古三橋梁が置かれているが、駒郡では古三橋の一橋徳川家梁10万国のうち三万国余りが設けられ、延京3年から宇都宮村明前島への合志屋敷に陣屋が設置されていた。一橋や陣屋は法暦3年に河原部村へ移転する。江戸時代には海の各地で用水石の改作が行われるが、 茅ヶ岳南六でも石の改作やため池など開発が行われる。慶長17年に大沼田石の改作は、漢文6年に野村宗貞が主導し、茅ヶ岳学南六原野の立石原などの開発を目的に、塩川の流れを石止めて、久川へ通すなし石が改作された。なし石は、朝尾石や穂坂石と共に、海の三石と呼ばれている。 江戸時代に水守長マンとして知られた地方病の最多発地区の一つであったことから多くの農民がこの病気に悩まされてきた。また、甲府から稲崎へ向かう保坂寺は下井前で甲州道中と合流し、町道沿いの宇都宮、や四大和森の三村には稲崎塾の助光が課せられていた。宇都野村の名主、有泉根部のきひは廃人、教育者として知られ、 宇都宮村で寺小屋を開いた。1951年には下井前に中央本線の塩崎駅が開業する。1959年に宇都宮、志田に、私立日本航空学園が開校し、昭和47年には山梨県農業試験場が甲府から下井前へ移転する。これにより、塩崎駅付近の地域は発展し、富団地は甲府近郊の住宅地となった。 戦後には、養産業の衰退や米の減炭政策、モータリゼーションの影響を受け、兼業農家が増え、産業構造は変化している。塩崎駅高速道路、有料道路中央道宇都の屋に所在する、陣屋と、一橋や陣屋は、園通る3年に、将軍、徳川吉宗の4男である、一橋宗忠が、高知10万国のうち3万44国余りを、 海国駒郡に与えられた際に、宇都宮村に設置された陣屋。当初は、宇都宮村のあざたはたの臨済宗寺院、明前寺門前に置かれた、帯海道沿いに屋敷を持つ宇都宮村の名主、久保寺平門の屋敷地の一角であったという、法暦三年には、河原部村に移転される。現在は、遺構として、石垣が残されている、留置の用事外は趣旨に、 穴の開いた杏の植物機械で、昭和38年9月9日、県指定の天然記念物、九龍王朝との境に位置する中間草津加古墳は、平成8年11月7日に、県指定史跡、下井前の塔の古史教図塚から出土した、中世の京図や、戦花などは、平成14年7月4日に、県指定の高校資料、丸島和弘、安倍胸貴柴辻春六、 平山優、黒田元樹、丸島和弘編。武田鹿診断人明治点。P55、丸島和弘、安倍胸貞柴辻春六。平山優、黒田元樹、丸島和弘編。武田鹿診断人明治点。P55、丸島和弘、安倍胸貞柴辻春六。平山優、黒田元樹、丸島和弘編。武田鹿診断人明治点。P55、 山梨県の地名 P600。山梨県の地名 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 P600。ありがとうございます。